はい。ゲームコレクターの酒勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今回もね、任天堂の、えー、ファミコン40周年サイトのねフ、ファミコン国民投票はね、新しいやつが出てきましたので、えー、今日はね、えー、第37回隠れた名作といえば、これが、えー、2024年の、えー、3月28日から4月3日で集計されて、まあこれが結果が出ているので、この紹介をした後で、えー 24年4月10日までね、えー、の11時59分まで投票を受付しているもう4文字のタイトルといえば、これについてもね、触れていこうかと思います。ということで、えー、まずは、えー、隠れた名作といえばなんですけども、結構ね、あの最初からね、渋いです。 まあちょっと順番に行きましょう。はい。ということでね、今回結構大変なんですけど、まあ順番にサササッと行きますね。はい。1位が、えー、ミネルバトンサーガはい。こちらがね、2.5%ということで、いつもだとこう30%、40%とかントツ1位みたいなのがあるんだけど、今回2.5%なので、まあ本当にみんな、 すんごい分散したんでしょうけど、1位がね、ミネルパトンサーカという結構渋いね、タイトルが入ってきました。渋くはないんだけど、まあ、そっか、あの、こう。 名作っていうか、みんなが知ってるって後に、やっぱ90年代とかに隠れた名作とか言って結構掘り起こしをした結果、この中間層のね、そこそこみんな遊んでたんじゃないかっていうようなタイトルが結構埋もれがちになってるところをうまくフォローしてんのかなという気がします。はい。ということでこれ2.5%、傭兵雇ったりしてね、あの、こう、こうちゃかちゃかでね、あの、なんだ。 移動してバトルシーンになると、こう、チャカチャカと一画面内で戦うような、コンピューター自動制御かなまあ、そういう感じのゲームなんで、まあ、いつか挑戦したいと思います。はい。で、2位が、えジャストブリード。はい。ということでね、これは、シミュレーション RPG だから多分このチャンネルのね、動画としてはやらないと思うんだけども、まあ、シミュレーション RPG というかシミュレーション的な RPG なんで、まあ、 あの、ドラクエ以外唯一の,あの、F、あの、エニックスタイトルというところで、まあ、ちょっと隠れがちなんで、まあ、名作、名作、隠れた。まあ、隠れてた。確かに隠れてた。はい。これが、えっ、ー、と、2.3%。で、えー、3位が、えー、ラグランジポイント。 まあこれね、以前、なんだっけな、音楽がいいソフトの時かな、なんか入ってきたやつで、こうあの僕のチャンネルでもね、あのプレイしてほしいという要望は来てるんで、いつかやろうと思ってるんですけど、そバックアップ電池考えるとね、ちょっとこう、さささっとやれる時期を見てね、やろうと思ってるんですが、ちょっとなかなかそのチャンスが見当たらない。はい、2%となっています。で、えー、4位が、 えー、メタルスレイダーグローリー。まあこれこそね90年代に割とこのやっぱ まあ、ファミコン後期で、まあ、あんまり出荷数も多くないのかなって感じで、ちょっと隠れがちだったのがね、プレミアついたところでドーンとこうメジャーになったというね、そういう感じのタイトルだったりするんですが、まあ今となってはね、いろんなところで、まあ、プレイするチャンスそこそこあったんで、バーチャルコンソールとかね、あの、隠れてないんだけども、でもやっぱり隠れたっていうね、名残があるのとやっぱり1.9%なんでね、あの、その辺のパーセントになってくるとやっぱこう出てくるのかなという。 感じがしましまた、はい、で、えー、5位。まあ、ジョイメカファイト。はい。これはね、多分、任天堂タイトルの中では地味って感じかな。でも 全体から見ると、やっぱバーチャルコンソールなんだなんなり、ああいうところでもピックアップされてきてたタイトルでもあるので、まあ格闘ゲームですね。あの、スーファミ以降だと割とス,スト、スト2とかの影響で、こう、そこそこね、見栄えのいい格闘ゲームってのはできるんだけど、ファミコンだとね、そういうタイプ作ろうとすると、キャラサイズちっちゃくなったりするんだけど、そこら辺がこう、から体が分離されたね、あの、ようなし、作りになってて、まあ、 どうにかファミコンでこう格闘ゲームを作るとこうなるよっていうような、ね、例を提示したのかなというタイトルでしたこれが1.8%はいこっからさらにまた隠れますあっというかね次がねえー、6位がタイムツイストなんですけどタイムツイストがですね ちょっと書き換えタイトルとしてかあ僕は書き換えで手に入れちゃったんでパッケージらしいパッケージがないんで一応、えー「タイムツイスト」前編 <laughs> と,、えー、っと「タイムツイスト」後編まあこれはあのあこれはあの書き換えタイトル用の取説なんですけど一応こういう感じのねえー、っと2タイトルになっていました。 2、まあ、タイトルというかあの前編後編書いてないんで多分「タイムツイスト」歴史の片隅でということでねあの本当にファミコン昔話とかえ探偵あのなんだえファミコン探偵クラブとかがこう前後前後編ねという感じの 売り方をして有名なんですけどまあ、それでね、ファミコン昔話だと悠々が隠れがちなんだけども、まあ、それ以外だとこのタイムツイストもね、隠れがちっていうところで、まあ、そういうところでね、みんなこう、モヤモヤしてると思うんですよ。だからそういう意味では、本当に隠れた。ニンテンドのタイトルの中でもよく隠れてましたっていうタイトルで、これが1.3%になります。 で、えー、っと、7位が、えー、っと、クインティまあ、これもね、割ともう有名になっちゃったんですけど、やっぱポケモンがね、ボカーン、ドカーンと売れたってことも、ドカーンとでもないな。あれも、ポケモンも、じわ売れなんですけどさ、最初はね。ポケモン以前のタイトルというところで、やっぱゲームフリークのタイトルが扱われる中で、まあ、割とこう、メジャーになっていったようなね、タイトルですが、まあ、はい、クインティー。<laughs> えーっと、1.2%。はい。 で、えっ、ー、と、8位が、えー、メタルマックス。まあ、メタルマックスに関して言うと、今でもね、っていうか、えー、30周年かがちょっとうまくいかなくて、なんか、もやもやってなってるけども、まあ、今でも、まあ、若干ながらシリーズなりなんなり名残を聞くような部分もあるので、まあ、隠れてるかどうかはちょっと微妙なところはあるんですけど、あと今やるとすっげえ難しいです。<laughs> というか、大変です。<laughs> ということでね。 まああの、まあ、いつもネタにしてるんですけども、人と戦車の熱い戦いが待っている、ニュータイプ p RG ということでね、あの、PRG なんですよ。はい。まあということで、まあこういう隠れたところもあるかな、ところで、えっと 1. 1、1.1%。で、えー、9位が、キング・オ King ブ・キングス。 まあちょっとこれあの、プラケースがね、もう経減経年劣化しちゃったんで <laughs>、大変なことになってるんだけど、まぁ、あ、まぁまぁまあ、こ,んこんな感じのね、タイトルですね。はい。えー、っと、まぁ、あ、これに関して言うと、あの、ゲームボーイカラーとかの時期になんだっけ、ポケットキングっていうのが、あの、ゲーム、ナムコがね、発売してたりするんで、まぁ、あ、 そんまあでももうそれも20年ぐらい経つか。<laughs> 20年以上経つか。まあまあそういう意味では渋めだね。まあ三国志とか独眼竜正宗とかに比べるとまあマイナーというかね隠れてるかなっていうところはまあありますかね。はい。で、えっ、ーえー、1.1%。で、10位が、えー、ギミック。 まあ、ギミックに関して言うとも、プレミアタイトルってところで割と、こう、劣化とギミックと、まあ、バトルフォーミュラと、まあ、なんかこんな感じでね、いろいろ扱われるような、まあ、あの、タイトル群があるけど、まあ、そういう意味では有名だったり、つい最近ね、あの、PS4 とスイッチかな、PS5 だったかな、まあまあいいや、あの、とにかくね、あの、最新機種でも、まあ、結構、 今現役ハードでもね動くような環境があったりもするのでまあ今遊びやすいんじゃないかなって隠れてもないのかなってこれだから年20年ぐらい前だったら隠れたって感じの扱い結構受けたかなというようなタイトルですねこれ1.1%、はい、になりますでえっ、ー、と結構大変なんですよ今回ちょっとこの辺がモヤモヤっと。 で、え、11位が、え、スイートホーム。ま、これもね、伊丹十三監督の映画のゲーム家だったりとか、あと、バイオハザードが出た時にね、その、なんだろ、こう、敵が現れた時とかのね、あの、ちょっと演出とかがね、ポッと画面が変わって、そこで、てて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 てみたいな感じで、こう、椅子が飛んできたとかさ、なんか、そういうね、とこの恐怖演出、あ、扉のシーンかな扉のところが、この、バイオハザードの、その、 扉に入る時の演出とかとこう似てるとかね、いろいろそういう感じで、まあ似てるとか、開発者がこうね、あの、重複してたりとか、いろいろそういうところでねあの、当時話題になったりしたタイトルなんで、まあ、いろんな意味でメジャーなところはあるんだけど、まあまあ、でもまあ、原作がね、B 級ホラー的な感じだったりするからね、<laughs> はい。まあそういうような映画化の、映画のゲーム化だけども、映画とは、えっ、ー、と、だいぶ内容が違うゲームというところで、まあ、 映画よりもゲームが評価されたとか、まあなんかいろいろそんな感じのゲームです。これが1%。で、12位が、えー、ココロン。はい。ココロン、まあ、なんだろうな、こう、体入れ替えができるロックマンみたいな感じのゲームかなっていうと、かなり雑な説明だけど、なんかそんな感じ。はい。これが1%。で、えー、13位が、えー、スパイ、 アンドスパイ。はい。まあ、よくあるね。バーサスと読むか、アンド読むかみたいな感じですけども。スパイアンドスパイと読みます。はい。で、これま、まあ、これはだいぶメジャーな気がするんだけどね。まあ。 あの、二人用ゲームで遊ぶと楽しいんだけど、割とこう、ルール慣れたり操作慣れたりするのがめあの大変なので、割と初見殺しなところがあるので、ある程度慣れた人たちが遊ばないとちょっと成立しにくい対戦ゲームだったりするのと、あと僕の場合、このゲームの、のこれの場合だといつもね、あの、 カタログ本的なやつで僕のパッケージがよく撮影されてね、ここが切れてるのが、ね、よく使われてて、ちょっとねあの、ごめんなさいって感じだったりする。はい、そんな感じで 0. 9、0.9%。で、13位、ダークロード。まあ、シミュレーション RPG 的なっていうかなんっていうか、まあそういう系なんで、今遊ぶとちょっとなかなかシビアな感じはするんだけど、まあ確かに隠れてるかなという感じはありますよね。デコだと、まあ、ヘラクレスの栄光の方がね、まあなんかもう割とこう、メジャーかっていうとそうでもなくなりつつあるから、まあでもそれよりマイナーって感じ。だからまあまあまあ、合ってんのかな隠れた名作。はい。これ0.9%。えー、15位。えー、ゴッドスレイヤー。 はるか、えは、ー、るか天空のそなたということで、これは SNK のね、タイトルですね。これ実を言うと僕、このチャンネルのね、プレイ動画をやろうと思って準備してたんだけど、なかなかちょっとチャンスが、チャンスかというかね、タイミングがなくてね、まあ、ちょっとやる予定はかん、やろうかなとはうっすら考えています。はい。これ0.9%。 あ、さっきスパイスパイとダークロード両方13位でしたね。はい。で、16位がザナック。まあザナックなんかもまあそうだな。当時としては相当メジャーな感じのシューティングっていうか話題になったんですけども、まあディスクってところでね、 多分、なかなか手に入りにくかった部分、手に入りにくいじゃないや。な、あの、アプレイ、実際にこう、なんだ、持ってた人が少なかったのか。まあ、これも僕も書き換えだったりするしね。はい。で、あ、書き換え、あ、違う,違うな。書き換えじゃないな。これ多分、でも、後々中古で手に入れたやつかな。当時は書き換えでね、プレイしてた。うん。なんだけど、まあ、こんな感じでね、はい。えー、これが、 まあだから、プレステでね、あのー、ザナックザナック出て、多分そこに入ったはずなんだけど、あれもプレミア化しちゃってるからね。そういう意味ではなかなか遊びにくいタイトルになってるかなっていう気がする。まあ、パニーキャニオンなのかね。ちょっとね、でもこれ仮説で出してほしかったね。はい。ということで、これが0.9%。で、17位が、えー、ケルナグール。<laughs> はい。これナムコだけど、まあ、ゲ、あれですね、遠藤さんのところですね。ゲームスタジオですね。あのー、そうね、 格闘ってこんな感じなのかなっていうような、なんかシビアさを感じるゲーム。<laughs> なかなかこう、え、このキャラ最初ジャンプできないのみたいな、なんかそういうような。あの、なんか、やっぱボタン制限からいろいろとこう、プレ、あの、キャラクターができることが制限されて、キャラクターにごとにね、最初から入ってる技とかがこう少なくてね、結構苦労させられるかなーってところで。うん、はい。苦行です。え <laughs>、0.8%。 で、えー、17位もう1個あって、えスターラスター。はい。ということで、これは割とメジャー、でもまあ当時のね、ナムコタイトルの中では、なんだろうなこう、特にこの紙パッケージの初期の頃っていうのは割とこうメジャーな過去の作品をどんどん出してたイメージがあるし、最後の方は割と現役に近いようなものが出てきてたし、まあ10、10代後半ぐらいはね、だったりするし、あとね、デコとかね、 えっと、えー、カルチャーブレーンとかいろんなところのタイトルがこう入ってきたりしてたんだけども、その中でね、ちょっと、まあアーケードも確か出てたけども、割と同時進行的に出てたっていう意味では、スターラスターっていうのはちょっとマイナー路線なのかなという感じがします。まあ結構ね、難しいゲームですよね。うん。僕も未だに一番簡単なモードじゃないとクリアできないし。<laughs> はい。で、これ0.8%。で、19位。 えー、ランパーと、これハードによってね出してるメーカーが違ったりするんですけども、こう、なんだろうな。 あの、攻撃のターンとね、壁修復ターンがあって、相手の壁をぶっ壊して、城をぶっ壊してみたいな感じなのあ、こう、石を投げて。で、なんかそんな感じのゲームなんですけど、結構ね、キャラクターモチーフが色々入ってて、なんか赤ずきんちゃんとかなんか確かそういう設定とかが入り込んでて、いやいや、あの、すげえな、大胆だな、このみ、って思った記憶があるんですけど、だからマイナーかっていうと、まあ、確かに今遊ぶとマイナーなのかなっていう気がするけど、うん、割と、 うん、まあいろいろ見かけたゲームかなってところはあります。0.7%。で、20位、えー、ラディアセンチ。はい。 まあこれもね、なんだろう、隠れたっていうか、僕もちょっとこのチャンネルのね、プレイ動画候補として考えていたことは考えてたんだけど、やっぱロールプレイングゲームでプレイ時間長いので、ちょっと今初期の方からね、やってたりするんで、いつくここまで順番が回ってくるかわかんないんだけど、まあとりあえずね、いつかやることもあるのかなっていう感じがしないこともないです。はい。えー、20位で、これが0.7%となっています。ということで、隠れた名作に関して言うと、な,なんかね、僕の予想では、 こういう全体的にパーセントが低いから何かなん,なんとなくねこうドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかそういうのをちょっと入れちゃう人がちょっと増えてポコッと上に上がってくるかなと思ったけどそれがなくてねもう本当に2.5%がで1位ってちょっと今までだと異常状態だけど逆に言うと隠れた名作ゆえにみんなこう色々考えた結果本当になんとなくこう割と地味めなタイトルがねランクに入ってきたということで今後のねこのチャンネルのプレイ動画的にもねなんか参考になるランキングだったかなという な気がしました、はい、で、えっ、ー、と、次回ですね。この次回のね、4文字っていうのがね、ヘビーなんでね、こうパッパ言行きたいんですけど、えー、4文字のタイトルこれじ、4月10日までね、11時59分まで、えー、投票受付となってるのですが、えっ、ー、とね、4文字のタイトル、とりあえず4文字探してみました。バーっと部屋の中にあるファミコンソフト4文字探してみたんで、ちょっといパッと、さっと行こうと思います。 まあ、何にしてもゼビウス。<laughs> はい。まあ、これ、これトップ候補ね。トップ候補。で、さらにマッピー。まあ、これもね、割とトップ候補。さらにね、ギャラが。まあ、この3タイトルはもう合わせてトップ候補なのかなという感じがしますが、えっ、ー、と、ニンテンドーのサッカー。<laughs> で、えっ、ー、と、エニックス、ドアドア。えー、アスキー、ゲイモス。 時事 3D 的なシューティングゲームですね。で、プーヤン。まあ、コナミタイトルはハドソンが出してるというね、そうあの割とこうね、あ当時からこそうだったんだって感じ、まあ、まあ、そんな感じ。で、えー、っと、パチコン、子供にパチンコやらせるな、パチコン。<laughs> はい、で、えー、っとえ、空手家。まあ、海外。 あのね、海外の人が作った日本人的なイメージはい、えー、1942シューティング玉蹴るはいでえっとで、えー、テグザ、えー、パソコンの時のあの繋がったレ,レーザーどうだどうなったみたいなはいでカタカナ表記にするとまあ四文字の「ソソンソンまああの天竺の道のり」結構短いえっと えー、アーガス。まあ、着地大変。か <laughs> けの伝説。2週、3週、4週ぐらいするのかな。あの、最終クリアはね。はい。セクロス。下ネタ的にちょっといじられがち。えー、っと。スクーン。えー、まあ、あのー。 君は地球を救うんだの救う横州ですねはい海の中横州四文字結構あるんですよでえっ、ー、と次がえっ、ー、と北斗の剣はいまあ北斗の剣2とかは五文字になっちゃうんでね北斗の剣一作目はいまあ安倍氏 はい。そんな感じで。で、えっと、戦場の狼。はい。まあ、ちょっとね、あの、救出するとか言うとアーケードと違う要素入ってました。はい。で、えー、っと、森田将棋。<laughs> はい。初のバックアップソフト。バックアップ対応ソフト。で、えー、っと、月風マデン。あ、ここら辺もね、結構、このランキング常連なんで入ってくる可能性あるかな。っていうか、結構今までメジャーなものばっかな気がする。 で、えっ、ー、と、ミトコ門モン。これね、あの、この天下のご意見版が入ってくると4文字じゃないんだけど、天下のご意見版を入れないとすると、まあ4文字でいくからね。まあ、あるかなってとこですね。あの、今までの傾向からいくとね。で、スワット。これもあの、英語表記っていうか、まあ、SWAT でも、カタカナ表記でもまあ4文字という綺麗な感じね。はい。で、えっ、ー、と、サラマンダー。 まあ、これも、割とこのランキングでね、漢字、全部漢字みたいなやつとかで入ってたんで、これも来るかな。はい。5文字で入ってたよね、確か違ったっけな。さ、ら、ま、んだで5文字だ、みたいな。はい。で、えー、っと、ランボー。はい。で、まあ、まあ、なん、なん、説明難しいな。まあ、ランボー。はい。えー、っと、カルノフ。まあ、この辺もメジャー、 かな、なのかなぁまあ、いいや。で、武田信玄。これ2はね、入らないけど、ね、武田信玄。えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、これは2、えっ、ー、とシ、シミュレーションゲームで、2作目がね、シミュミレーションって書いてあったのかなパッケージに。で、えっ、ー、と、それから、シューティング。1っいう4 3ちょっとパッケージ持ってないんでね。えっ、ー、と、あと、霊言同士。霊言同士。えー、とっと、ちょっと、ちょっちょっう えとこれね、怪獣物語これもな何となくこうメジャーどこかもしれませんちょ,ちょっと一回えー、っと <laughs> まだあるんですよえっ、ー、となんだ次がえー、っと これか。半熟ヒーロー。これはね、あの、カタカナ表記、ひらがな表記、半熟ヒーロー、まあ、半熟英雄と漢字で書いてね、半熟ヒーローと読むんですけども、まあ、まあ、四文字ね、これもね。えー、テトリス。えー、っと、百鬼ラジオ。これもなんか、この前,前何、何かで入って,きてたけど、まあ、まあ、ああの、はい。漢字だけのってやつかな。 で、囲碁指南。まあ、囲碁指南ね、この91、92、93、94ってこと、ナンバリングもあるけど、年数もあるけど、一作目はね、4文字。えー、っと、それから、えー、っと、ウィロー。はい。で、えー、っと、中、中華大戦。はい。いや、もうどんどん説明するのめんどくさくなってきた <laughs> 明治遺戦。もう、もうただ読み上げてるだけになってるけど、はい。 マーチャン大会。光栄のね、最初のでかいタイトル。でかいパッケージだけど、中は普通のカセット。<laughs> えっと。で、精霊狩り。割と地味にアドベンチャー。<laughs> はい。えっと、クォース、まあ。ファミコンでも出てるよ、みたいな。<laughs> はい。で、えっと、カゲ伝説。<laughs> はい。えっと、まあ、ああの、大枠でいくと、あの、リンクの冒険。<laughs> で、えっと、 イース2。ま、あ3に関して言うとねワンダー、ワンダラーズフロムイースとか入ってるからね、ちょっと入らないけど、2文字、二タイトル目はイース2で4文字。はい。で、えー、っと、えっと、どれだえー、っと、これか。あ、タイタンタイタン。はい。MCU さん出演。<laughs> はい。で、えー、っと、クジャクオー2。まあ、クジャクオーに対してクジャクオー2はね、4文字。はい。で、えー、っと、マテン同時 はい、まああのクエストの渋い渋いアクションサイドビューアクション成長系みたいな感じかなで維新の嵐はいということでまだあるんだよまだあるんだよあれなんか忘れてんな あーそうそうそう、えっと、あれ <laughs> まあいいや <laughs> ちょっと待って <laughs> いろいろあるんだよな <laughs> まだあるんでえっととりあえず三国室あの ナムコ版だとね、2の後にこう、なんかサブイが入ってるんで、で、えっと、パーマン。<laughs> まあ、まあ、アクションって感じかな。はい。えっと、あ、そっかそっかそっか。ここで入るのか。えっと。あれ どこ行っちゃった。あれ消えた。消えた。まあいいや。ちょっと待って。えっ、ー、と、エジプト。エジプトと、えっ、ー、と、ヘベレ系。さらには、えっ、ー、と、麻雀対戦。えっ、ー、と、スポット。で、ぷよぷよ。で、さらに、まあ、FC シー原人。 あれさっきあったんだけどなどこ行っちゃったいやさっきのランキングにあったさ「心ん」っていうのがあ,のあるんだけどちょっと今行方不明になりました何でここでああそうだそうだそうだギミックもね4文字ですよね一応カタカナ表記的に言うとギミック4文字 まあいいや。行方不明です。なぜか知らないけど。さらにね、ディスクシステムの方に行くと、まあ、サッカーなんかね、ディスクにもあるんだけど、まあ、子猫物語とか、プロレスとか、えっ、ー、と、銀河伝承。あ、ザナックね。さっきあったザナック。で、水晶のドラゴン。 えーとマージャン家族でえっ、ー、とこれ妖怪妖怪屋敷ずっと書き換えちゃったんでねっていうかね書き換え任天堂書き換えしたらコピーが来ましたって感じでねこれ妖怪家族のトリセツとかあとはなんだ ゲーム天国とかね。<laughs> えっと、あとなんだ。えー、アパチコン。で、ユーメイズ。で、ゼビウス・ギャラガ。で、あー、こっちに、えー、来る。 ちょっと書き換えタイトルでかあのねなんで,であとあこれかこれが締めかディスクシステムバンプよプヨ <laughs> <laughs> ということでねまあいっぱいね割と4文字普通にノーマルに考えても4文字ってあるからあとは多分読み方ね マッショウとか漢字2文字だったけど、マーシーヨウってやると4文字になるとか、そういうような漢字のあの、当て方っていうのもあると思うんで、ちょっと何がね、トップになるかわかんないけど、でもゼビウスマッピーギャラガとかね、まあ、そのあたりっていうのは割とこう、普通にスッと出てくると思うんで、 上位の方入ってくんじゃなないいかなと思いますがな何がね何が人気投票4文字人気投票で何が入ってくるかというところはちょっと楽しみにね見ていこうかと思います。はい。ということで、えー、こんなねバタバタしてる僕もねあの今日ついにねまた。 一つ年を取ってしまいましたということで、<laughs> 誕生日に何やってんだこの動画っていうところですが、<laughs> まあそんな感じです。はい。えー、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアがありましたら、ぜひコメントください。また、僕に、あ、違う、ね、違う違う違う、動画の拡散、SNS で動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。